どうも、かげやんです。今日は2021年5月23日、日曜日の朝、曇り、晴れと。曇りの晴れって感じですね。一応今日は天気がいいということなんで、まあ日曜日、いい天気で良かったんじゃないかなというふうに思います。では、いつものように野菜を見ていきますが、やっぱりこう葉っぱ増えてますね。こう何か育ってるような感じですね。これからが楽しみですね。そしてこちらきゅうりです。きゅうりは何かが出てきそうですが、まだですね。これからでしょう。そしてこれは昨日言いました花がね、こう咲いております。唐辛子ね、ここからどうなっていくんでしょうかということで、ナスですね。ナスは花がちょっと落ちちゃって、その後はちょっとこんな感じですね。こちらもそんな感じです。ちょっと葉っぱが大きくなってるかなというところです。そしてこっちキュウリですね。ちょっと葉っぱがまた増えてきてる感じですね。最初にこう2つぐらいやったのかな。だんだん増えてきてる感じがあります。これにも期待しましょうということです。ということで、まあなかなかこういい感じで、これからどうなるかなと。でまたこう野菜の苗も買ってね、増やしていこうかなというふうに思っております。ということで今日は以上です。ありがとうございます。